3月20日は日本の映画俳優、オペラ演出家。俳優としての芸名は秋津礼寺。秋津礼に名義もある。妻の藤本光の父は文学者、詩人の野上明。三谷の祖父は三菱工業会長の三谷十二。父は三菱石油取締役の三谷雄一郎。母は男爵で元海軍中将。 貴族院議員の宮原二郎の参上、萩江東京府生まれ。1957年学習院、大学生形学部政治家中退。1957年日活映画、孤独の日と出演により、大学を助籍され、そのまま日活に入社。その後、日活の俳優として、幕末太陽伝、果てしなき欲望など映画16本に出演。 異界用の手術を経て、1964年から2年間欧米を渡り歩き、帰国後は自由劇場の創立に参画。1967年に一括を退社。1969年、畑中良介、栗山正義、若杉博杉田村夫と共に、室内歌劇を通じ、今日における劇場音楽芸術の可能性を追求し、 もって我が国のオペラ振興に寄与することを目的として、東京室内科劇場を創立。1970年、吉泉を、金森香織、小谷京之介、鈴木圭介、若杉博士等と共に、第二国立劇場についての私的な研究会、劇場会議を結成。百七十一年東京室内歌劇場、第二期公演サンーツアルと、カイロのにおいて、 オペラ演出家としてスタート。以後、二機会、東京室内歌劇場、関西歌劇団などを中心に、数多くのオペラを演出。また、西澤圭一や、伊勢谷信人、中津国人,人、中村圭一などを演出助手に起用し、次世代の演出家へと育てた。岩田徹る衆も、淡国康彦と三谷の最後の仕事に関わりオペラに誘われたと語っている。 三谷については、天才、あちこちでつむじ風を起こしていた、放落な革命児、映画、芝居、ミュージカル、すべての舞台芸術に見入られたオペラ演出会の記載、といった枕言葉で語られる。特に1974年、プッチーニ、蝶々夫人は、独創的な演出が大反響を巻き起こし、吉田秀和が、日本のオペラ界にも、 自分の魂の底から生まれてきた遺伝によって仕事をする才能がついに出現したと書き、日本一の演出家とその結出した才能を絶賛した。しかし、この頃から病魔に侵され、1978年、食道上脈瘤、1982年から数度に渡る肝臓癌の手術を受けるが、1984年、ベルリ、椿姫で復帰した。 1990年2月2期会、蝶々夫人に至るまで、合計で54本に上るオペラ演出を務めた。1991年3月20日、第二国立劇場の実現を見ることなく、心不全のためわずか56歳で没した。ありがとうございます。